大好きなマヨのフライパンで本当美味しい。ホットサンド作ります。一番美味しいんです。このフライパンで作る。まずはトマトスライスしましょう。好きなサイズを何でも大丈夫です。そして、明太子1個ぐらいですね。明太子で、で少しずつ細かいを切る。小さじ2つぐらいに、まあ、マヨネーズを入れて、そこで混ぜる。混ぜてもこう綺麗なこうピンクの色になります。で最初はトマト入れるの。トマト入れて、次はチーズが、好きなチーズでも大丈夫ですけど、今日はね美味しい粉モッツァレラ使えるんで、こうマヨネーズをちょっと上に使います。こういう感じ。このマヨネーズと明太子、この塩の味が入ってるんです。でこうトマトとそのモッツァレラすごく合える。合わせます。厚めが美味しいし、もう熱伝がいいからね、すぐこう綺麗になるから。でこれ入れます。このぐらい、このままだけ何回繰り返す回してるのはバルの味は全部入っていくんです。それがなんか一つのポイントで、色が綺麗になったらもう出来上がってる。それで美味しく食べます。外はカリッと美味しくて、中はあったかいとかふわふわの感じはなります。カリッとの音が出るのはこのフライパンだけ。こういう感じですよね。これが美味しいですね。うまいね。マヤ大好き。